ラジマ動画チャンネルかなとです。今日はさあゲットしてきました、こちら仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーのプレミアムマイル券セットについてきます。こちらデラックスタジャドールライドウォッチ。さあ今回ね、去年よりもねすごい、人が並んでおりました。なんかね結構手に入らなかったっていう人も、中にはいるみたいで、まあねなんとかうちらもね我々もゲットすることができました。はい、じゃあ今日はこちらをね開けていきたいと思います。はい、はちなみにこちらがね今回のチケットですよ。かっこいいね。かっこいいよねこれね。空からジオンまでね。ねーすごいね。ね、さあそれではもうどんどん開けていきましょう。はい、今回はねこれ何がすごいってデラックス版なんだよね。そう、はーい、じゃじゃじゃん、こちらがタジャドルライドウォッチですね。うん、このような感じです。はい、2時間並んで手に入れました。うん、はい、絵柄こんな感じで変わります。かっこいい。うん、はい、やっぱタジャドルだから真っ赤だね。そうだね、真っ赤ですね。うん、はい、そして説明書、あ、ごめんなさい、デラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチです。はい、タジャドルライドウォッチじゃないよ、オーズタジャドルコンボライドウォッチね。はい、通常のねオーズと比べるとこんな感じですね。全然違う。そうだね、うん、はい、こんな感じですね。はい、ねすごいね、見てほらこんな感じ。うん、マークは一緒か。そうだね、この辺は同じものですね。うん、さあじゃあ絶縁シート抜いてみましょう。来ますよ、来ます。タジャドルコンボ、燃え盛る真紅の翼、炎の王子、タジャドルコンボ。もう言っちゃうんだこれも。そうだね、このパワーアップフォームとかは、その、なんとかのライダーはじゃないんだよね。うん。はい、こんな感じです。ちなみに、オーズは？メダルのコンボでタカトラバッタ、動物パワーのライダーは、オーズだ。はい、こんな感じ。うん、音声は2種類だね。はい、じゃあ照明消して発光も見てみましょう。はい、タジャドルコンボ、燃え盛る真紅の翼、炎の王子、タジャドルコンボ。タイムマジーンにくっつけるとこんな感じでございます。これはねテレビ本編にも登場してましたね。羽もつくんだけどね。そう、本当はね羽がわさーってなって、こっちわさーってなるんだけど、まあこんな感じですよ。うん、羽欲しいよね。ね。売るのかな。どうだろうね。ね。ラジマ。さあそれでは時空ドライバーと連動させてみましょう。はい。行きますよ。タカ、クジャク、コンドル、タジャドルだって。やっぱりオーズの音声がベースになってるね。ね。でもさ、アンクの声が良かったね。タカ、クジャク、コンドル。じゃあ必殺技、フィニッシュタイム、ボーン、二月剣タイムブレイク。ギガスキャンタイムブレイク。Come on!
じゃあ本家の音声を踏まえて今度はゲイツと連動させましょう。はい。じゃあ時間ギレードにも装填。剣モードだとこんな感じ。電源を切ってこんな感じですね。これはオーズライドウォッチと同じだね。さらに時間ザックスにも装填。斧から弓モード。色合い的には時間ザックスとよく合うね。うん、こんな感じです。真っ赤と赤だしま。はい、そんなわけで今日はこちらのデラックスオーズタジャトルコンボライドウォッチを紹介しました。はい。いや、今年はね、かなり争奪戦になっているんではないかと思います。今年はね、かなり早い時間帯から並んでる人が多くて、いつも行く映画館ね。超うん。本当に早く行って、並んで正解だなと思いました。はい。そしてね、今日はもう一つ、ライドウォッチ付きの前売り券が発売になりました。それがね、こちら。ローソンのね、ロッピー限定の前売り券ですね。こちらには、ビルドハザードフォームのライドウォッチがついてきます。はい。あのね、ロッピーがパンクしてた。ずーっと繋がらなくて、ずーっとこうやって、混雑しておりますってずーっと表示されててね、やっと買いました。はーい。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、今日はこの辺で、バイバーイ。